エイジ、集中しろ。着陸するときはいつもこうだな。ほら、エイジ、しっかりしな。大丈夫、ちょっとだけいつもと違う空気を味わっていただけさ。お前のようなロボットにはわからないかもしれないが、惑星探索任務でまずだ。急げ。この任務は何なんだ？フロンティアのレリックを回収しよう。つまりそいつを手に入れればいいってこと？特に問題はないと思う。でもフロンティアのレリックのほとんどは1000年以上前に作られたものなんだ。それでも大丈夫なのか？意外。そこの手足が。いまいましいロボットめ。あの宇宙船を調査しなければ。機械でさえ時間という試練には耐えられないようだ。悪い予感がする。4年前の最初のソロミッションで投資寸前になったり、リスク要因を適切に評価しなかった。この任務に関しては突起事項はなかった。考えすぎるな。今やるべきことに集中。お前に残されてる時間はあと7日くらいなんだろ。この任務の成功報酬は永遠の命だ。永遠の命。永遠の命ってどんな感じなんだろう。任務が完了した時に聞いてみるしかない。俺はやりたいことをやるだけさ。NSB？ なんでオービットの NSB がここに？侵入者あり、警戒せよ。NSB は俺たちのことを敵だと思ってる。近くにまだ何かあるかもしれない。ヘルビスが俺の質問をはぐらかしてる。
おい、ヘルビス、フロンティアのレリックを回収するのが任務。味方を敵扱いして、この任務にはどんな秘密が隠されてるんだ。永遠の命が大事でも他に選択肢がなかったのはわかる。このような任務は探索チームじゃなくて戦闘。こんなにひどい状況だったとは。これは極秘ミッションリーダーに言うなというし、ここに最初に送り込まれた NSB はそれを知った上でデウカリオンはお前、はこの任務にはロボットではなく、また基本的な戦闘状態に対応できるものでなければならない。お前は何で選ばれた。それでこの重要な目ざといやつだ。個人的にはほんと？デウカリオンもハンサムなのか。宇宙船に近づくにつれてハッキング信号が強まっていく。原因を突き止めて目標を見つければいいだけだ。あれ？お前はロボットなのにハッキングされなかった。どうした？不満なのか？私は NSB のようなガラクタじゃない。これで十分とは言えないな。でも後でハッキングされるといけないから。バラしてリサイクルしてやる。フロンティアの中に入ってお解除できるか？これ以上近づくと一人デウカリオンは見る目がある。臆病者。ロックされてる。いつものように非常にどこかで見たことが。まで連れてきたのか。どうした？何かあったのか。静かに。外に出たらまた話してやるよ。これか？へっ、お前に似た旧型。この方は見たことが。作動した。電子ハッキング信号が消えた。本当に？俺に反応したようだ。何を見つけた？こいつに命をかけるほどの価値が。危なかった。それでも
生還できたじゃないか。ブツブツ言ってないで、そのレリックを体に入れてくれ。これを分析してデウカリオンに報告しなければ。メディア、何をしてるんだ。余計な障害物を取り除き、あれが戦闘部隊のやり方、問題でもあるのか。他人の任務を邪魔しておいて、なぜそんなに厚顔無恥でいられる。しかもお前はレリックを横取りしようとしやがった。相棒を殺した奴を無視できるかよ。生意気なルーキー、そんなに死に急ぎたいの。すぐ楽にしてやろう。感動するね。なに、まだ動くのか。エルビスだよ。探索チーム上級捜査官エイジ、
残された人見た目はデウカリオンに似ていても、お前には間一髪で任務から生還した時は履いていた任務に飛び立つ前の、わあ、俺のことを知りすぎてる。何が自分にも、私はこの外郭に移されたんだろう。あれは一体何なんだ。メディアとデウカリオン、これ好奇心は大事だが、今は近くで検知されたメディアの戦闘部隊が最後の戦い、この状態で戦いを挑む。そうだな、それならこの、クリスタルに手を近づけて、何かできるかも。そのブレードをどうやって作った？わからない、この外郭の機能の一つなんだ。でもクリスタルの M、 青のクリスタルも吸収してみよう。このクリスタルから吸収したエネルギーで HP を回復しよう。ここはクリスタルだらけだ。エネルギーをすべて吸収しよう。このエリアのエネルギーは、ちょっとここで待っ、時間を加速させて、時間、嘘だろ、なんだよあのレリック。エイジ、別のエネルギー反、ドラボールだ。こいつらは短気だ、戦いは避けられないだろう。それは、森の中に地勢レーダーを検知した。行ってみよう。興味深いクリスタルだ。それを吸収すればいいものを作れると思う。フロンティアが使っていた地勢レーダーだ。まだ動いてるようだ。
今やれることはたくさん。ヘルビス、デウカリオンに直接。ちょっとお願い、ここはデート。森の奥にあれほどのエネルギー。本当に？前方に異常あり。あれは何、クリスタルのか、道が塞がれてる。 NSB の動力源、あれを壊すには同じ性質のエネルギーで作られた。ならば近くに似たような、右の道にエネルギー反応がある。あっちに行ってみよう。すんなりエネルギーをくれるとは思えない。こいつはさっきの、フェローシャスドラポールが落としたクリスタルコアを吸収すれば新しいブレードを作る。塞がれていた道に戻ろう。刀でクリスタルの壁を壊せ。よくやった。この調子で行こう。チッ、メディアの NSB につけられたと。俺たちを捕まえるためにこのエリア一帯の兵員を呼び集めてるんだろう。ドラポールの隙はエリアの奥に。急いで宇宙船を探さないと。
エイジ、ドラポールに有効なブレードを使え。キリがない。エリアは何体の NSP を導入したんだ。数えきれないくらい検知してる。もっとやってくる前に移動した方がいい。ヤーマンはこの調子じゃ過労死するぞ。奴らはなんでレリックのことで必死になってる。まだこの外角の扱いに慣れてない。さっき見たようにあれには時間を操る力がある。ちゃんと使えば世界全体の時間を戻すことができるかもしれない。信じられない。メディアはそのことを知っててこの機会を狙っていたのか。デルカリオンも
とにかくこのスケールのデカさは何かが起きている証拠だ。おいそれとメディアにそれを渡すわけにはいかない。それでも任務を続けなければ。そうしないと。メディアに殺されようが、老衰で死のうが、お前に未来はない。この建物の中に強力なエネルギー反応がある。フロンティアの建造物、この道で合っている。連絡が途絶えた NSB を追跡してこっちの軌道を割り出したんだろう。扉の向こうでも、だけど対侵入者用の侵入者が捕まらない。メディアの NSB、 わからない。
手が多すぎる。ヘルビス、こいつらをまとめて倒す方法はないのか。ハッキングとかさ。褒めてくれるのはありがたいが、この状況じゃ無理だ。その代わりに大量の圧縮エネルギーを爆発させれば、 NSB を停止させる電磁バルスを発生させることができる。いいアイデアだな。エネルギーはどれくらい必要なんだ。エネルギーって宇宙船で使われてるようなもの。その話は不要。またおっかない敵がいるぞ。セキュリティシステムが作動したのはあいつのせいか。エネルギーを吸収して扉に戻ろう。この辺りにエネルギー左へ行く。